浜松市議会では今日会派による代表質問が実施され、浜松市の鈴木康智市長は4月に実施された住民投票の結果を踏まえ、区の再編の実現に向け引き続き取り組んでいく考えを示しました。代表質問では最大会派自民党浜松の畑野渉議員が区の再編について質問しました。鈴木康智市長は今年4月に行われた住民投票で区を3つに再編する案については反対が多かったものの、区の再編そのものについては賛成と反対が拮抗する結果となったとしました。その上で令和3年1月1日までに再編すべきという市民の意思は一つの目安として尊重すべきとした上でこう述べました。このような住民投票の結果を踏まえ、区再編につきましては引き続き実現に向け取り組んでまいりたいと考えております。また今後について市長は区の再編を話し合う特別委員会の議論に期待を寄せました。